こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、中国から入手して商品を仕入れましたが、リサーチを間違えて5万個の商品が来ました。売れないものを売る方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、視聴者様からね、質問を来ました。ぜひね、まあ、今現時点で考える方法でね、ぜひ紹介させていただきます。はい。まずこちらですね、まず原因なんですけど、これはですね、もう 100% ですね。代行会社使ってないですね。で、今のね、中国の代行会社っていうのは、日本人が入ってますので、日本人のね、わかる、日本人の考えがわかる中国人とかね、日本人が入ってきますので、おそらく5万個ってことはね、おかしいと思うんですよ。なので、この方はね、おそらくね、代行会社を使わなくてね、直接仕入れたわけで、まあ、中国人はとにかくですね、もう商品を売りたいので、まあ、数をね、もうどういった数でもいいので、もうとにかく振ってきます。なので、この方はね、代行会社をね、利用しなかった、この時点が、まずミスですよね。はい。で、その他なんですけど、メルカリヤフーグラクマってありまして、まあ、これ売るっていう形になってくるんですけど、これ5万個って数はですね、売ると多分、おそらくなんですけど、メルカリってアカウント止まりますね。で、ヤフークラクマに出してもいいんですけど、そんなにすぐ売れないと思うんで、おそらくね、まともにね、売るとしたらですね、約2年ぐらいかかるような気がするんですよ。すぐ売れないですよ。2年、3年かかるんじゃないか。っていうことなんですよね。なので、まあ、方法を私一つ考えたんですけど、まずですね、まあ、これ、今現時点で私が考えるこれなんですよね。はい。ここですね、この楽天で買い取りってあるんですけど、で、まあ、他の買い取り会社って結構ありまして、ゲオとかね、あるんですけど、ゲオだとですね、中国人って買ってくれないんですよね、おそらく。で、私は以前ですね、ゲームですね、アメリカで売ってるですね、外国で売ってるゲームとか持ってたんですけど、売れなかったんですよ。なので、まともというかね、ちょっと外国商品入れませんよってとこは多分買ってくれないんですけど、楽天は楽天市場でね、外国商品、中央商品とか売ってる方結構いると思うんで、まあ一応ですね、まあ、私はちょっとこう連絡してないんですけど、まあ相談してみるのもいいですよね、楽天に。まあ楽天じゃなくてもね、買ってくるところね、探して、まあぜひこういった状況でってことをね、相談するのがいいかと思うんですよね。まあぜひね、買取にとにかくね、頼むしかないんですよ、この場合はもう。処分できないので、はい。値段が下がってもしょうがないので、とにかくね、交渉するしかないですよね。はい。まあ、ぜひね、まあ、いろんな方法あるかと思いますけど、まあ、今、現地で私は考えるのは、まあ、楽天とかね、こういった、ちょっと外資系を入れ、なんと受け入れるっていうかね、そういうところになってしまうので、ぜひね、まあ、他にも、方法があるかと思いますので、ね、探していただくといいかと思います。はい。はい。ぜひね、チャンネル登録お待ちします。はい。あと、ゼロのコミュニティですね。あと、秘密の、コミュニティの参加もできます。はい。なので、1万円で販売してね、商品無料でお渡ししていますので、ぜひね、LINE 登録お願いします。あとですね、悩む質問がありましたら、ぜひね、LINE 登録をによろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。